アナキンだ。アナキンカルちゃんの星のカービィディスカバリー、ホワイティーホルンズやってまいってます。やってまいってます。やってまいりました、はい、ということでこちら行きましょう。フローズンメトロ、地下鉄だね。そして今回はね、メタナイトの格好をしてますよ、カルちゃんカービィ。前回ね、メタナイトカップに勝ったんでね、メタナイトになることができました。素顔も見れましたね。メタナイトの素顔がまさか見れるとは思ってもいなかったよ。あ、スリープがいる。なんだって、本当だ。使う必要はないでしょ。寝かしておくか。ここはじゃあ戦って攻撃してくる敵だけ戦っておくか。これめっちゃさ、遠距離でなんか光る。いいね、倒すのか、これ倒すのか、寝てる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 、あれで寝てるのか。どんだけスリープしてんだって話ですけど、ここは何かあるかな。何もないかな。ここ通ってきてるし、ここ絶対割れるだろう。落ちるんじゃない。あ、滑るだけか。大丈夫みたいです。これめっちゃ遠くまで届くから、あそこの敵とか倒せるよ。すごいね、波動がすごい。おわー、何これ、すごいこと使ってくるじゃん。すごいこと使ってくるじゃん。おー、これ何、爆弾投げてくる。ホットショー、これあれですよ、あの海のところにエバーブルグ海岸かな。ここは陸地のあるけど凍ってるよ。しかも海もあるけど、はいはいはい。オッケー、たこ焼き怪しいな。特に怪しくない。ここら辺怪しい。なんもない。はあ、さあね、こう探っていくのも大変。一撃で食らっちゃう感じ。凍え、いやいや、水だから別に入っていいと思ってたけど、凍えてチーンってなっちゃうもんね。そういうことなんだあ、これ見てよ。おー、たんまりもらっちゃいました。これ昔のさ、やつです。ほら、線路通ってる。線路、あ、メトロだからね。地下鉄の中もう壊れちゃってるけど。じゃあ電車はないの。あ、おい、大丈夫かいここ落ちると危険すぎるな、ほんと。うん、他に何があった。こっから攻撃できる。あっちは何、あっちに攻撃してくる敵がいるだけかな。とにかく OK、 とにかく OK。 さあ戻ろう、ちょっと一旦。こっちは、はい、この看板の裏側怪しいぞ。何これ、こっちに行けるのか。あ、これを壊すのか。メタナイトならいけるな。波動の剣で、やっぱりそうか。波動の剣は HP マックスの時しか出ないんだ。あ、そういうことね。おお、ごめんなさいあの、よくあるんだよね、任天堂のゲーム。そうなの。あれと一緒だよ、リンクと一緒だよ。へえ。リンクのマスターソードもパワーがマックスじゃない時しか波動が出ません。だからメタナイトの剣なかなか難しいね。あ、ボンバー。お、ボンバークラッシュじゃないか。使いどころがあるか、あれ。ボス戦にはいいけどねうわ、またあれ、結構大変。私の槍で走る。ダメか、いける。もう行こう、さっさと行っちゃいましょう。スルーしちゃいました。スルーしていく。あ、ボンバーまた来た。クラッシュ。ここ回復あるよ。こっちはカビ。お茶、お茶しよう。お茶でコーヒーでカフェで。コーヒー最後、あそこに敵が待ち構えている。何かあるのか。やっぱりそうか、そういう感じね。さあ、こっちは槍でアタックだ。オッケー、いっぱい出てくるのか。いっぱい。わー、あれはハンマー。どっちがいいんだい。なんかそれ、もう倒して、パワーマックスじゃないと力を発揮しないっていうのが落ちた、難しいな。あ、落ちちゃった。なんかあるかもしれない。落ちすぎだよここもうすでに一回も凍るなんてあるんじゃないか。ありそう、もしかしたら。ありそうだまあ、え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 、もうそれがいいんじゃないの。後ろ、あれ、あれ、食べてきて、ステーキ。おいしそう。あ、そっち上行けそう。行けそう。行けるぞ、これ。あ、これが電車だよ。え、2台の電車の屋根に乗る。もう一個あるな。2個あるのか。あ、これ。ああ、なんだ。特にないね。もう一個あるのかな、電車。もう一個こういう電車があるんだな。凍ってしまった。動かなくなった。壊れた電車。じゃあこの、この乗ってた人大丈夫だったのか。あ、もしかしたら。もうこの世界はわからない。何が大丈夫か。もしかしたらもう停車してたやつなのかもね。何にもわからないよ。あ、それでちょうどよかった。それで多分、杭で撃つんだよ。ああ、その下にいるのか。それでいけるから、ちょうどよかったじゃないか。ピコピコハンマー。強制的に取らされるようになってたよ。使うってことね。さあ、これで助けれるんだ。どこ。おお、そういう子スライドすんのかい。いた、あ、いた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 。よし、一人目だな。よかった。バイバイ。さあ、これで、よー、お金、ポッコン。いいね。なんか最近こういうの多いのなんかね。めっちゃくれる。もしかしたらあれかな、ワイルドモード。なるほどね。あ、え、もう行く道ないな。オッケー。うわー、つらら。うわー、しかも何回も。よ
つけろ。何回も降ってくるのか。やっかいだぞ。つららに当たると大ダメージか。おお、これはハンマー使う必要はないのかな。あーごめん、取っちゃったから。タッチ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 できない。オッケー、はい、タッチ。オッケー、さあもうちょっと。あ、食いた。あー気をつけて。ナイス。あー、たった。はあ、もう一個あった。食いた。どこ。ここだ。ナイス。ここは分かりにくい場所だね。おお、ガチャガチャだ。しかもボリューム2。ボリューム2いい。さあそこ気をつけて。ボリューム2ってバージョン2みたいな。それともそっちの方がボリュームがいいってこと。ああ、だからシリーズが2つ目ってことね。全く別物だね。オッケー、クイが持ってる。つららのところね。なるほどね。さあこの仕掛けが動くと後ろに行ける。え、隠し通路を2つ見つける。おえ、ここは隠し通路。もう1個あんのかな。お、なんだここは。綺麗だね。これってでももう戻っていけない感じの隠し通路かな。いや違う、進んだって感じじゃない。違うでしょ。違うのかな。わにゃわにゃ行った。牢屋に入ってた。ここで助けれるんでしょう。わあ後ろにいるね。あれ取ってきて。どうなってんの。このタイミングを見て。あ、そこか。わかりにくかった。おお、頑張る。久しぶり見たね。急いで開けなきゃ。なるほど。で、俺が取っていたし。これで助けた。ここはこういう場所ね。了解。よし、バドルディ助けに来ましたよ。てか、俺めっちゃパワー減ってる。オッケー。あ、二人目。オッケー、残さず行ってるよ。え、この奥は開くの？もう戻るって感じか。あ、そういうことね。親切だね。はい、ありがとう。さあ、こっちはこれで終わり。じゃあ先に進んでいきましょう。さあ、ここら辺は。うーわ、いるぞ、2度だ。ぺったんこにしておきました。はい、あー、なんか隠されてるやつが見つかりにくいからね、最近。わー、どんどん難しくなって。それはね、最後に近づいて。最初の方はやっぱ簡単だったんですけど。これさ、こっちから星のマークが。やっちゃってください。OK、 ここ上足ね。やっちゃってくださいってすごい言い方だね。うわ、上足と思ったら敵だった。怪しい。ナイス。あ、ワドルデだ。きた。 OK、 めっちゃ宝箱動いてる。ガコンガコン。さあ、なんか隠し通路とか隠し電車的なやつもあるから、どこにあるんだっていうことですよ。電車見つけたら登れるか探してみる。見落とさないよね。なんだこれ。動いてる。挟まれるんだ。いい、ちょっと大丈夫。避けれるっちゃ避けれるけど、この上に行けそう。え、何あれ。敵だ。新たな敵だ。あれコピーある。包帯ぐるぐるみたいな。あるのかな、コピー。あ、寿司だ。新たな寿司だ。上行けるよこれ。あ、上だ。チリがいる。ということは怪しい。ちょっと待って。ぺったんこにしてくる。あれ頬張るだ。お、初めて見た。スピーカー頬張るか。コーンだ。入れ違いだったね。だから三角頬張りなのか。これをじゃあ破壊してください。はい、こう破壊。OK ボタンでどこに行く。どこ。あー、そういうことね。亀裂発見。亀裂か。あ、これどうする。はぁ、爆弾いる。いらないのね。あ、ガチャね。この亀は何なんだ一体。邪魔してくる亀だよ。コピー能力ないんだ。なしだね。うわー、迫ってくる壁。あ、ここが安全地帯っぽい。いや、なんか来た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 。すんのかいこれ。なんか見てる見てる。サーチっぽい能力あるのか。あ、ワニャワニャ聞こえる。ありそう。あ、吸えないのか。ないないない。吸えない。吸えない。オッケー。難しそうだな。さあ、ワニャワニャ行ってるぞ。あの亀裂の中にいるんじゃないか。あ、この上怪しい。じゃあここに亀裂がある。あった。下から行けるんだ。頼んだ、カビ。あ、水。え、挟まれる？挟まれる？いや、大丈夫だ。大丈夫か。安全だ。どこだ？オッケー。上に行けるぞ。うん。さっきこっちに行ける。いや、影があったから上にいるんだと思う。マドル。ほらほらほら。ここにいると思う。ちょっと待って。こっち。ほらいた。影があったんだよ。大きな影が。大きいね。ガチャか。お、やっぱりマドルディじゃん。お、全員助けたよ。見落とさずなくてよかった。久しぶりだね。見落とさない。見落とさなかった。この上は？これはこの上何？ガチャだ。あ、こっちがガチャ。コンテナの荷物を調べる。やった。
コンテナ意外とねあるよね、いろいろと。さあでも電車が強制氷水だよ本当に。落ちてるとポーって一緒に凍らされました。さあ行こう。笑われて野球なのか。ペンギンじゃない、ペンギンじゃないでしょこれ。とモグラだよ。そうだモグラだよ、ドリルだよ。モグリュウだったっけな。は大丈夫か、ここやばいんじゃないか。その代わりここコインがいっぱいある。あここに電車ある。いや終わっちゃいましたけど。はい助けましょう。とりあえずクリアしましょう。さあ他のね隠し通路と電車2台が分からなかったね。ねえハテナミッション自体は分かってるんだけど場所が分からず。ライトロンワークスの看板。ライトロンワークスカンパニーはエレクトロバイオ宇宙開発にまで力を入れ研究施設に投資する巨大な作業だった。その後会社の分解が進むとライバル企業も増えていざ企業戦が加熱していったという。何これ。ワンダックス&ワンダリー。ワンダリアの創設者は愛犬をもとにマスコットキャラクターを考えた。彼らの名はワンダックス、エッガース、左とワンダリー、エッガース、右。2匹はいつまでも仲良く物語の中で宇宙をまたに旅を続けましたとさ。ゴルンバーだって。長いやつはゴルンバーって言ったって。ゴルドーじゃなくて。ね、ボム。ボタン長押し狙ってポイポイ持って投げちゃえ、ドンパチ花火だ。走ってポイッと地面に転がし坂道コロコロストライク。さあ他のねミッション2つクリアしないと。はい出ました、次の場所ね。凍てつく海と風。ここあれじゃない、フローズンメトロじゃない。フローズンメトロか、当てたわ。さあね、難しいね、これ、本当に、トレジャーロードがいっぱい出てくるね。よし残りのワドルディも助けに、レッツゴー。さあ、まずは電車だ。電車の上に乗るってことは、やっぱりこの線路がある、ここら辺の場所が怪しいでしょう。そっか。探していこう。必ずあるはずだ、電車が。なんで？だってここ線路があるからね、見落としてるんだよ。バービー、あったぞ。あ、本当だ、電車。あれじゃないか。あれか、あれ乗ってないわ、確かに乗ってない。おー、なあカービィ、遠くから攻撃してくれ、あのオットセイ。オットセイ、ガチャ、ヘイ。おガチャ、おガチャ。どんな言い方だよ。おガチャ、おガチャ。どんなガチャ。ブー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 ゴッチャ。あ、これだね、電車あった。これでしょ、やっぱり電車です。クラッシュに目がいっちゃったんだね、俺たち。うん、この電車に乗って、これでコンプリートだね。オッケー、このミッションはオッケー。ここってもう何もない？こっちにお金がある。お金。あ、カービィ。こっち行けそう。あ、行ける。行ける。なるほど、本当に隠し通路だな。おらおらおら。オッケー、隠し通路見つけた。はぁ。何これ、頬張りあるじゃん。ロッカー頬張り。倒します。何があるの？レシピか。あ、無敵キャンディ？無敵じゃん。はいどうぞ。レッツゴー、無敵。なんだ無敵って。あそこでなんか何かあんの。ここ敵が多いからじゃない、それだけ。あ、ここね、登っていくときにちょっとね邪魔してたもんね。そうだね、どうせならちょっと。レッツゴー。オッケー、これでオッケー、コンプリート。イエーイ。いや隠し通路分かりにくいね。確かに隠れてました。カビのさ、ヘルメット可愛いね。可愛いね、あれね、防御力がありそうなんですけど、うん、ピコピコハンマーです。本当に言ってたらいいのに。キャピー。キャピー、あ、本当だ。キャピー。タイムクラッシュ。タイム。あ、これ星4めっちゃレアじゃん。タイムクラッシュじゃん。星4だからね。最終兵器。じゃあ、上がったな。時さえ操る新兵器。すべてをスローの世界にしながら、素早く動いてすべては破壊だ。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 はい、ということで無事コンプリートしたんで次回も頑張っていきたいと思います。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。よろしく。他のアナキナも見てね。バイバイ。バイバイ。アナキナ。